マジで下手くそだから、それでもいい人だけここから先進んでくれよな。なんか言うよ、初めての S プラスの試合に声も出せない。そんなことないですよ、めっちゃ声出せますよ。借りた金耳揃えて返してもらおうか。金借りてないし。お前に貸した金耳揃えて返せよ。あ、ほら始まりましたよ。今回は、初めての S プラスのダチマッチ。使っていく武器は、新しく出たシャークマーカーネオです。今回のアップデートで腕前 X が追加されたんだろ。そんなもの、このチャンネルでは関係のない話ですよ。S プラス10になれば X になれるらしいぞ。あの、ローカルネタでも誰も知らないやつ出すのやめてもらえますか。予告がもうすぐそこまで来てるよ。開始して30秒も経ってないのに絶望的なこの感じ。これが S プラスの世界。 S 関係なくいつもこんな感じだろ。てか今回シャクマのスペシャルがボムピッチャーになったんですよ。サブも空母だし、すごい強くなった気がするな。まあ、使う人次第だと思うが。それは霊夢のことを言ってるのですか。いや、誰もそんなことは一言も。この人次第妄想激しいので連れて行ってください。なんでパトカー。霊夢、あとはフランに任せとけ。スプラやったことないじゃないですか。ただいま。ガオー、クマが出るぞー。同じネタ2回使うのやめてもらえますか。ていうか同じ方法でやられるのやめてもらえますか。え、だから同じネタやるのやめろって言ってんだよ。だから同じやられ方すんなって言ってんだよ。え、お前難聴すぎるだろ。こっちだって同じやられ方したくてしてるんじゃないんですよ。聞こえてるじゃん。山口拓也さんどうしちゃったんですか。いや今関係ないだろ。大変なんですよ。どうした？おもらしでもしたか？この年でおもらしとかさすがに引きますよ。え、霊夢おもらし選手権準優勝じゃなかったっけ？そんな選手権出場したこともないんですけど。おもらし選手権ってのは、生まれた時からなんか。でもおもらし選手権の話はいいんですよ。何回おもらし選手権って言うんだよ。じゃあ何がそんなに大変なんだよ。4月18日に、宇宙人が来るらしい。もう、過ぎてますけど、お前バカだろ。ちなみにオミヨネはちょっと怖がってたらしいぞ。プツプツ。てかここさんかなり進んでるけど、マジで逆転とかあるんじゃね。本当に皆さん、ここを持つのが上手でした。あー、黒柳徹子さんがやられた。黒柳さんいるわけないだろ。船越さん習いました。有名人たくさん。てか誰か助けに来て。確かに霊夢一人ではどうにもできないぞ。もう一人の人が相手離れて味方を呼んでる。なるほど、むやみに突っ込まないで仲間を待つんだな。これこれこれ、このピッチャーやで。いやー、あと残り少しで逆転だったんだけどな。霊夢はまだ諦めてませんけどね。確かにガチマッチ、何が起きるかわからないからな。そうですよ、もしかしたら霊夢はここからもう死なないかもしれないですし。それはない。神に誓ってない。二人とも占い師でも何でもないんですから。そんなことわかっ、お前が死なないなんて 100% ないんだよ。二人とも占い師の修行でもしたんですか。お前まだまだ死ぬよ。いやー、しかしやっぱり S 隊は動きが激しいな。歯磨きを激しく磨くことなら誰にも負けないのですが。それ何の得があるんだよ。ただ歯茎を痛めます。だろうな。とまあ冗談はこんなもんにして。どこからが冗談だったの。最初からこの動画ほとんど冗談じゃねえか。しかも今めっちゃかっこいいキルできたのに文字で見えなかったんですけど。見させねえよ。ですよねー。物分かりよすぎだろ。てかここ持っちゃったな。こっちは敵がたくさんいるからこっちから行きましょう。いやー、残り20秒切ったんですけど、まだここはこちらの手にありますよ。しかもここを持ってるのが霊夢じゃないから、まだワンチャンあるな。悔しいけど事実。お前すっごい大事なとこで死んだな。でもまだここは失ってないぞ。あーやめてー。あ、ここの爆発で倒してくれた。あー次はスーパーキャッチ来たー。あ、味方さん倒してくれた。忙しいやつだな。マジでお前何もやってない。あー、スポンジが小さくなったり大きくなったり。さて、ここからどうしましょうか。あー、スペシャル溜まったー。いちいち騒がしいやつだな。これマジで楽天あるんじゃないですか。でもボムを投げてる時って結構隙ができるから気を。あー、うるさいよ。いやでもめっちゃ惜しかったな。でもこれが最後の S プラスの動画になるかもしれない。でも霊夢明日からゴールデンウィークだぞ。やったー。単純だな。みんなもゴールデンウィーク怪我などしないようにな。それでは良い休日を。